ボトムから巻いてきて、ここで止めてカットって感じですね。で、次週は作っていきます。はい、こんにちは、エストサーフ CJ です。イエーイ、ラファエルスタイルでスタートです。はい、まあ、冗談はさておき、はい、今回はですね、510のクワッドフィッシュですね。はい、続きで仕上がりまでやっていきます。最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ行ってみよう。はい、色の調合ができました。水色ですね、こんな感じ。テスト巻きでこんな感じですね。うん、で、オーダーもらってんのがこんな感じ。近いでしょ。ただね、写真で見るとちょっとこっちグリーンっぽいんだよね、気持ちね。こっちは本当に水色、青と白だけなんですけど、これでどうかな、モニターで スマホとかだと何色に映ってるかな。今肉眼だと水色、でもこっちはこれちょっとねグリーンっぽいんですよ。グリーンっぽいのが入って見えちゃう。ちょっとその辺がね再現できないんですけど、まあオーダーしてくれてる人が水色っていうことなんで、これでいきます。はい、じゃあ巻いていきましょう。こいつです、巻きます。録音す巻きです。はい、続けてデッキ側を巻いていきますね。樹脂作りました。はい、まあ、結構ねボトムとデッキが両方いっぺんに樹脂作っちゃうこともあるんですけど、まあこの水色だったらまあ同じ色出せるかなって感じなんで分けて作ってます。で、色がこんな感じ。今度は逆光じゃないから見えるかなね。で、2層になるんで、クロスが2層になるんで、ちょっと色は濃くなりますね。はい。で、これで巻いていきます。510フィッシュ、ここまで来ました。デッキ巻き。はい、ディケールが入りましたね。このディケールかっこいいでしょ？これ評判いいんですよ。で、ロービングはフィッシュのね、ここ。こんな感じで作ってますね。これは、リーシュ、紐つけないでリーシュ直接かけられるっていう感じで、弱くないんですかとか言われるんですけど、全然弱くないっす。未だにバリッと壊れた人はいないっすね。いるのかな？いたら連絡ください。で、フィッシュの場合は、ここにね、ここがやっぱ弱いんで、ひび入りやすいんですよ。あと、ここでね、ここで折れちゃったりすることもあったりして。なので、このロービングは補強も兼ねてます。で、自分の場合は、ここ、クロスをね、当ててるんですけど、まあ、色、濃くなっちゃってるんですけど、まあ、仕上がりとか見た目よりは、壊れない方を重視してやってます。はい、まあクリアでやればいいんだけどね、ここねちょっとね巻ききれないんで、どうしてもねこうなっちゃうんですけどね。まあそのうち研究してうまくもっとできる時が来るかもしれない。はい、でホットコートやっていきます。ホットコートってのはね、こう巻いただけだとクロス目がバッチリ出てるじゃないですか。これを消すために樹脂だけでやります。樹脂だけでハケ塗りをすることです。はい、
はい、フューチャーのボックスの入れる穴が開きました。はい、こんな感じですね。で、この後ボックスを接着していくんですけど、自分の場合はですね、まあ、前にも言ったことあるんですけど、フューチャーのボックスですね、ここ突きが悪いんですね。なんでこういうルーターで傷をつけます。で、まあ、こんなちょっとのことなんですけど、特にツインフィンとかクワッドフィンって大きいじゃないですか、面積が。だからこうね、力がかかるんですよ、すごい。テコの原理が効いて、その時にこれが少しでもたまらないようにする。5時の鐘、うるせえなこれね、たわまないようにするために接着力を上げると、そういう、そのためにこうやって傷をつけます、ここに。はい、ちょっとやってみましょう。まあ、もともとね、フューチャーのボックスってのはもともとここに、ペーパー当てた跡があって、こことこの面にね、ザラザラにペーパーを当ててるんですよ、来た段階で。ってことはこのメーカー自体もこのボックスって樹脂の付きが悪いってことを分かってるってことなんですよ。なんだけどこことここはツルツルのまんまなんですよ。だからそこをペーパーで目を荒らしてあげて、樹脂をよくくっつくようにしてあげると。そうすることによって、フィンもガチッとホールドされると。で、万が一の時もちょっと多少は壊れづらいということになります。はい、ここまでやってるのはね、多分ね、俺だけだよ、俺だけ、うん、ね、すっげえ熱い、汗かいてきた。よし、じゃあボックス入れていきます。よし、じゃあボックスを入れていきます。はい、仕上がりました。いやー、やっとです、やっと仕上がりましたよ。つうかね、もうね、雨でさ、もう梅雨長いし、ジメジメしてるし、暑いし、大変だよこれ。ということで、じゃーん、バイクテルフィッシュです。ほんと今ね、仕上がったばっかり。イエーイ。いや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 、サンディング止めなんで、まあ、マットな仕上がりですね。はいはいはい、こんな感じ。さあ、こんな感じです。で、これね、巻きが646ですね、クロスね。デッキが6と4で、ボトムが6オンスで巻いたんで、結構ね、ちょい重、ちょいずしっとくる感じ。重すぎはしないですけど、じゃあこれで何キロぐらい、何グラムぐらいになったか測ってみましょう。はいはい、ちょっと外がね、雨なんで、ここでやります。よいしょ、いきます。よいしょ、ちょっとこれね、見えづらいんだよね、しょうがない。3907、 3.9 キロですね。4キロいかないぐらい、 3.9 キロ。よいしょ、はい、 3.9 キロでした。これはどうなの、重いの軽いの。まあ510のショートとかだと 2.34 キロで仕上がるから、まあ倍はいかないね。うん、まあ幅も厚みもあるし、まあまあまあそれなりなんじゃないでしょうか。はい、まあね、重さの利点は、スピードがね、降りてくときスピードがつきやすい。
ビュッといきます。でスピードが死ににくいんですね。で面が悪い時でも重さでそのこのね波のコブコブを切ってくるんです。いけるんですね。要は跳ねない、跳ねにくい、ビシッと決まるかターンができるということですよ。でもそれはあなた次第です。はい、頑張ってください。そう、そういう利点がありますね。で、デメリットはやっぱりね、ちょっとパドルが重いかな。漕ぎ始めが重い。ただ漕ぎ始めてスピードが乗ってしまえば、スピードが落ちにくいので最初だけですね、うん、だからゲッティングアウトしていくときも最初だけですね。一回こうスピードがついてしまえば、楽、スピードが落ちにくいん で面が悪くても面を拾わないんで、拾いづらいんで、楽なんですね、うん。まあ重いってのはそういうことですね。重さで生かしたサーフィンができたら最高です。はい、まあ、結局ね、大きい波なんかはね重い方が有利なんですよ。そう、まあ波の力でサーフィンって波の力で押されて降りていくのもあるんですけど、やっぱね重力で降りていくのがねやっぱね一番スピードがつくんですよ。重力をうまく使ってスピードを乗せていくという感じで、波の力も使っていくという感じですね。はい、まあね、みんな今EPS とかモールドボードとか、まあショートにしてもね軽い板ばっかり乗ってる人多いと思うんですけど、重くても全然問題ないんで、まあ一本こういう板があるとねいいと思いますよ。あとまあミッドレングスとかね、うん、はい、そういう感じです。さあさあさあ、でクワッド、コメント来てたな。クワッドのフィニッチも見たいですってことなんでちょっと見ていきましょうか。よいしょ。はい、まあだいぶね違うと思いますね。通常ショートボードなんかだとバックフィンがこっちに寄るんですよ。よりトライに近い感じに なる感じですね、ショートのクワッドは。でこういうレトロ系の、クワッドは基本的にツインだとこの間にフィンが来る感じ、これとこれの間ですね。でツインを4枚にするんでこうツインを前後にずらす感じですね。はい、でこのフィンがこっち行けばこっち行くほど、中に入れば入るほど、かっちりとした乗り味になります。で抵抗が増えてっちゃう感じですね。なんでスピード重視の場合はやっぱこういう設定になりますね。これでもちょっと離れてるぐらい、もうちょいこっちに来てもいいぐらいかな。うん、まああとはその使うフィーによるんで、うちはもうこの人はこのフィーを使いますよっていうのがあるんですよ。アルファのなんだっけ、コントローラーか、フューチャーのコントローラー使うよってことなんで、それに合わせたフィンセッティングをして、ボックスのセッティングにしてます。はい、ということです。いや暑い、喋ってるだけで汗かいてくるわ。あ、マークもかっこいいでしょ。ここに1個と、はい、ここに1個になりました。ちょっとまだ粉がついてるからあれだけどね。はい、ということで、これは引き渡しを、オーダーしてくれた方を激写しましょう今度、うん、取りに来た時にぜひね出演交渉してみたいと思います。なので次回もお楽しみにお待ちください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はここにこの後丸いアイコン出ますんで、タップしてチャンネル登録よろしくお願いします。でまたまた皆さんグッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまたです。ごきげんよう。